久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら、社員に期待しすぎてはいけない、期待は裏切りに変わる。これね、もうね、期待した社員がね、辞めちゃうの。そうするとね、ショック受けるでしょ。そうするとね、経営者ってよくね、もう人間不信になりそうになるの。あそこまでついてきますとか言ってた社員がね、すいませんって言って辞めますとか、ショックじゃん。だからね、これね、ある一定のね、距離感がいるのよ。で、期待しすぎちゃダメだけど、期待しないとまたね、期待されてないなってなってまたダメなの。だから期待もしなきゃいけないけど、しすぎるのもダメでね、一定の距離感を常に置いておく。で、私はね、その誰かが絶対にずっと残って働いてくれるっていうことを想定しないようにしてるの。どこかでね、まあ病気になるかもしれないし、どんなこと家の都合でなんとかとかね、あるかもしれないじゃないですか。だからこれね、やっぱり会社を仕組み化して、その人にいてほしいと思ってもずっとそれが永遠に続くわけじゃないんだよってね、思うようにしてる。でもその上で期待する。だけどその人がいなければ会社が終わっちゃうというような期待しすぎ、そうするとね、期待しすぎるとね、自分がね、社員の奴隷になっちゃうのね。もう社員の言うこと何でも聞いちゃう。できるわけないじゃんね。だからその距離感っていうところを重要でね、親しき中にも離別感、ある程度ね、親しい社員の間でも一定の距離を置き、離別感を持つことがね、良好な人間関係が遅れるんじゃないかなと思ってる。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。